どうも、チャップです。サイコブレイク2の続きをプレイしていきたいと思います。ということで、前回ね、180センチのトマト男ステファノを追いかけるというね、すごい緊迫したところで終わっていたんですが、このね、反対側、このこっち側の道をね、見てなかったので、このロード画面まで戻ってきたわけなんですが、ここをね、探索してから、あの、ステファノのね、おじさん追いかけていこうと思いますと。ほんでね、ここにね、共鳴反応があった。やっぱりね、行かなあかんかったんですよ。大事なこと忘れてたもん。これ見てからね、あの、おじさん追いかけようと思います。はい、この時をずっと待っていた。ここに来る前から。この絵見てますね。頭バッカーンなってケチャップ飛び散ってますけどね。うん。耳を貸すこともって言ってますよ。なかなか怖い方やからね、何を考えてるか分かりまへんわ、いうことで、無知な考えに迎合するとか言ってる。そうやな、間抜けどもに拒まれることもないって。まあ、いろいろ言うてるけど、よう分かりませんね。芸術家になれるって言ってますよ。なんか、誇りがチラチラになって目おかしな人だから、もう見るのはやめときましょうか。うん、キャンパスは僕の思いのまま、言ってますよ。ステファノ・バレンティーニの名は世界に轟き、崇められるだろう。皆さんはね、チャップを崇めてくださいね。崇めないでいいですよ。名前はめちゃくちゃかっこいいのね。ステファノ・バレンティーニってめっちゃ名前かっこいいのに、やってることクレイジーかよ、ということで、前回の動画を切ったところまでね、ワープしましょう。これが編集の力ってやつですね。この敵はワープできるけど、僕も動画の中やったらワープできるんだよ。はい、皆さんお待たせしました。ワープタイム終了ということで、はい、追いかけていきましょうか。そう、逃げていっててんな。ほんでボス戦じゃないかってちょっと焦ってたんですが、ショットガンの弾もいっぱいあるから積極的に使っていこうかな。おい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 、なんじゃいなんじゃいなんじゃい。あ、これはあれじゃないの、オブスキラじゃないの、ノードロボー、ノードロボー、ノードロボーじゃないの、映画泥棒みたいな感じですけど、それ泥棒してないやんみたいな感じはあるけどね。前も言ってたやん、これ。このフレーズね、ずっと前にも言ってたし、この間も言ってたし、気に入ってるんですよね。じゃあ行きましょうか。え、これは降りていくのかな。あ、降りれるんだ、すごい。あ、ジャンプすんねや。めちゃくちゃ異次元というか、重力間違えて、セバスチャン背中めっちゃ強打したけど、それ息できへんようなるやつやで、いうことで。お、見られてるよ。おー、なーに、これ触手かな。あ、お手手かな、お手手伸びてきたと。あれじゃないの、あー、やっぱりこのワカメ小僧やねんな。青い目のブルーベリーアイならぬブルーベリーワカメがちょっと怖いんですよね。これ見つかったらあかんのかな。あー、なんか、そんな気もしますね。見つかったらあかんって言っても見つかるんじゃない。あ、でも行けますね。こういう風にこうやって立ち回っていけばいいんや。はい、なるほど。ほんで途中であれじゃないの、敵とかも出てきて、こんにちはって襲われそうな匂いもするんですが、大丈夫なんかな。あー、でも案外いける。これ見つかったらあかんのかな。いや、見つかってもいけると思うけど、どうせ食らうんやろうな、見つかったら。あー、ちょっと怖い怖い。あー、怖い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 。え、見つかったん、見つかってないよな。え、隠れたけど。え、大丈夫ちょっと怖いって、あのブルーベリーワカメなかなか怖いよ。英明しとるからね、視野が広いんですよ。あ、隠れなか、おい、お、女神ぞこんなとこにあるんかい。たまたま隠れてラッキーやったということで、これは見落としそうですね。運が味方してくれました、間違いなく。でもすごい僕のことまた見てますね。さあ、この次シューって入っていって、入っていって、おー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 マイガーおーマイガーおーマイガー道ここじゃないのか、ん、こっち行くのか、あれなんだこれ、また降りるとかか。あ、降りれますね。ジャンプして背中ドーン。あ、今度は着地したやん。さすができる男は違いますね。僕やったら間違いなく背中ぶつけてましたね。目の絵が怖いな、ほんで。で、こっち降りていって、降りていって、なんか鬼ごっこみたいなのしてますね、適当。で、この光があっちに行った時に、ブルーベリーワカメが油断した時に、僕がこっちに進んでいきたいんですが、あ、え、ここまでか。上限がこっちまで。あ、そんなことないですね。さあ、シューって行きましょう。しゃがんで、しゃがんで。これ隠れてることなのかな。あ、逃げてますね。結構早いこと見てくるからね。なかなか油断できないんですが。まあ皆さんね、ゆっくりまったりやっていこうと思うのでね、お付き合いください。眩しいよ。そう、なんかあれやん。日焼けマシーンなんか入ったみたいやん。僕入ったことないけど、日焼けさせられそうな気がする。え、もう終わり？ん？わかめ小僧は？あ、あ、上からビームしてますね。ほんま、ブルーベリーアイワカメほんま、メインやって。絶対日頃からね、ワカメとブルーベリーアイ食べてる。だからね、めっちゃね、メインですよ。若さ生活っていうやつやもん、ほんまに。めちゃくちゃ適当言うてるけど、触手伸びてきた、お手手が。はい、ナイス着地。これ逃げるだけかな。ま、これがあれなんかな、ボス戦みたいな反応になってたんかもしれんけど、こっからほんまのボス戦かもしれんから、皆さん注意しといてくださいね。それとも、案外ボス戦はないんですかね。カーテンがヒラ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 リンチョってして、ちょっと怖いかなと思ったけど、そうでもなかったですね。はい、ライトつけていきましょう。はい、こんにちは、いるかい。なんか研究施設みたいなとこですね。なんかナースのお姉さんとかおるから、強化とかしてもらえそうな
匂いがプンスコしてますが、やっぱそんな感じなんかな。救急薬じゃなくて、この回復のやつ、さっき1個取られへんかったやん。残念胸、またチャップやん。これでも、進みそうなんで、あんまり、あれやな、いかんようにして、この辺のね、アイテムをしっかり取っていきましょう。これ何？あ、おー、やったやん。トマトジュース、ケチャップジュースやん。これがあることによって、また強化の上限がいいんですが、前回強化したからまだ微妙やな。ナースのお姉さんとこは、いかんでいいか。じゃ、セーブだけしようか。セーブだけして戻ってくるからさ。皆さん、ちょっとだけ待っといてください。よし、じゃあ進んでいきましょうか。なんか音楽がかなり壮大になってる気がしますけど、大丈夫かな？敵とかいっぱいおるんですかね？まあね、全然大丈夫。僕、ショットガンの弾ね、ありふれてるっていうのだけ覚えてるからね、もうガンガン撃っていこうと思うわ。ここは開くかい？誰もいないんですね。なんかお化け屋敷っぽい雰囲気になってきて、楽しませてくれるやん、いうことで、全力でね、僕はこのホラー感をね、楽しんでいきたいと思う。ん？何？もう君を待っているんだ。次の作品は素晴らしいものになるんですね。またなんか作ってるみたいですね。なかなかこれホラーやで、これ女の綺麗な女性の顔やと思いきや、なんかゾンビみたいな顔になってるからね。シンプルに怖いね。芸術そのものって、芸術めっちゃ好きやんか。芸術の成績絶対良かったでしょ、この人。まさしく、ステファノ・バレンティーノですね。なんかヤクルトのバレンティみたいな名前してるやん。かなり体格は全然ちゃうけどね。しっかり頑張っていきましょうか。まあ、お化け屋敷やと思ってね、楽しんだらいいんですよ。お化け屋敷というものはね、楽しいものなんですよ。まあ、楽しいものでもないけど、なんか何写真撮ってるけど何？ほんでなんかぐち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 になってるから、なんか酔いそうな感じ。あ、メディケアここにあるんだ。メディケアここにあるけど持ってるしな。回復アイテムね、使った時に限って何やろ、取られへんっていうか、だいたい使わん時に限って取られへんのですよね。なんか残念ですね。おっと、君に何ができるか見せてくれて、ちょっと楽しみにしてますね。これ何、ショットガンか。あれ、ショットガンの弾取れるぞ。あ、なんでや、あれ、なんでか、ちょっとなんでかちょっとわかんないけど、取れますね。ラッキー。ラッキーということにしてみましょうか。これなんて書いてます？セバスチャン・カステアノス。うわぁ、セバスチャンの名前刻まれてるってことは、これ僕自身が芸術にされるんですかね。後ろ振り向いたら、オールとかやめてや。後ろ振り向いたら、こう、オールパーティーンちゃう。いやいやいや、一回無理やったのに、もう一回やったらムービー入るんかい。もう逃げるな。どういうことや。かっこいいですね。遊びは終わりだ。遊びは終わりだ。お前はもう、死んでいる。北斗のチャップですみたいな。すいません、飽きてきた言われたよ。飽きんといてよ、鬼太郎。目に、あれやど、目玉の親父ついてるでしょ。あ、これリアルにこいつの勝負か。でも瞬間移動とかするけど、どうやって倒すのやろ。ちょっとわかんないぞ、これ怖いぞ。いきなり後ろから切られへん。来てるけど、あれあれ、いけいけ、うわ、近い近い。え、近いけど、普通になんか変な声で喋ってない。なんか怖いな、あんた。これなんか倒し方間違ってる気がする。おい、一体な、かっこええな、おい。消えやがったぞ。これ倒し方合ってんのかな。まあ、とりあえずハンドガンパンパン撃って、ハンドガンで様子見しましょうか。でナイフだけ避けていったらいいと思うんですが、あ、消えよった。やるやんやるやん。鬼のように追いかけていきますね。お、かっこいいかっこいい。どういうタイミング。あ、でも当たるときは当たるんですね。消えるときは消える。おいおい。あとどれぐらい耐えられるかって、それ知らんけどやな。耐えるよ、なんぼでも耐えたる。ショットガンもあるんや。あ、なんか写真撮ってる音してなかった。うん、あ、何してんねん。お、あ。ようわからんかったけどね、こういう簡単に倒せるようなボスは絶対ないと思うので、てかむしろ決着はここでつかなさそうなんですよね。だからハンドガンで様子見ましょうか。後ろかな、今。そんな気したよ。はい。一発ずつ当てていったらいいんですかね。全く倒し方分からへんけど、これで合ってんのか。おお、僕としたことが、ええ終わり、今の一撃をきっと後悔する。あ、そうなん、永遠後悔するの。え、終わり、え、ちゃうよね。え、僕から逃れられない。あ、終わったんですかね。スタミナめっちゃ切れてるけど。あ、ナイフ投げてきとるやん。おるやん。あ、いけた。今行くよ、今行くよ、小屋んでええっちゅうねん。はーい、あ、ちょっと待って、もうちょっと近づいてきてほしい。あ、撃てもた、もったいないことした。えぇ、オッケー、あい、撃ち。あれ、え、ショットガンの弾取ってないんですけど、あれ、これ弱っ。いや、絶対本気ちゃう、こんなわちゃわちゃ喋りながら、なんかすごい、なんかはっきり雑魚敵と戦ってた方がリアクション取れそうなボスやもん。これなんかずるいことしてきたやん。
これはずるくない？なんか前回巨人の力を、そのブルーベリーアイの力を利用するなんて、なんてスケベな敵なんだ。これは仮面隠れといたらいいのかな？そういうことかな？壁に隠れながら戦っていけばいいんでしょうか。はい、オッケー。いった。え、攻撃してくるやんけ。やるやんけ。次、ショットガンの弾どこかに追ってなかったっけ？あ、これや。これで、はい、終わりですね。第2形態か。え、でもラスボスじゃないですよ。斬新な構造だ。これ撃つんか？これ何これ？これ何？ずっと隠れてるつもりか。あ、痛い痛い、それ食らうんかい。自分から食らいに行ったって出したやつ。痛い。ちょっとなんかようわからん。あ、回復薬勝手に使ってくれたんか。ちょっと、あ、舐めとった、ほんまに。怖い。己じゃないよ、ほんとに。自分で爆弾食らってもうたやん。いいやん。なんかちょっとボスらしくなってきたやん。楽しみ。はい、おいで。まあ、走ってくるときにショットガンぶち込んだらいいっていう簡単なね、作業かもしれませんね。ほんで、このブルーベリーアイの攻撃には気をつけつつ、これ爆発するからな。ちょっと走ってくんでしょ？走ってくんねやろ？走っておいでや。ただのナイフかい。痛いな。でもハープボルトも撃ってみたい。どこ行った？てぃ！あ、避けやがった。やるやんけ。お兄さん。あ、待って、避けやがった。これやるな。死ぬ覚悟はできてないよ。できてない。何すんだよ、ほんま。ちょっと救急薬が、消費が半端ない。もうなんてやつや、こいつ。ちょっと急に強なりよったやんけ。あ、やった。イエーイ、勝ちました。シンプルに強かったよ。あ、バイバイってカメラ落ちましたね。え？でもラスボスじゃないでしょ。ちょっと早すぎません？もっとストーリー続きそうなんですけど、まさかこんないつの間にかサンタモニカでねえ、ラスボスじゃないと思う。だってこのブルーベリーアイワカメも倒してないしな。もう最高の作品ですって。なんかまた復活しそうですけど、また黒幕がおるんかな。まだ作りたいものがあったのに、あー、目玉の親父作りたかったやろな。だって目ん玉目玉の親父やったもん。うん、昔の作品も壊したなって。僕を見ろ、目ん玉がブルーベリーアイの食べ過ぎや、これは。そんなことないですからね、皆さん。ブルーベリーアイは毎日食べてもこんなことにはなりません。若狭製薬さん最高ということで、目が良くなるからね、みんないっぱい食べてねということを言っときましょう。カメラが大好きやったやな。普通にな、カメラ好きなだけのなんかダンディーなお兄さんやったらかっこよかったやん。マフラーの巻き方とかかっこよかったよ。でもね、道を間違えたらあかんやな。芸術家間違えたらこうはなるよーいうことでしたね。はい、お疲れ様でした。で、ボスはもういないでしょ。ただリリーがいないんですよね。リリー・フランキー。え、このカメラ動くん？まだ時間はある。ん、まだ生きてんの？違うやつ。お、なんかしようとしてるぞ。ラストのシャッターチャンスか。ん、セバスチャンを怪物にしようとするのかな。撃って、かっこいい。なるほど、こういうやつやな。なんかあれやな、かっこいいシーンやな。今のアニメとかでもありそうなかっこいいシーンやん。振り向いてパーンって。おお、リリー・フランキーや。でもなんかちょっとビビってる？喜んでる？あ、そうか、パパは死んだと思ってんのか。どうなんやろうね。嘘、ん、パパは死んだ言ってる。パパ、リリーかわいいやん。めっちゃかわいい。もう激萌え。萌えーいうことですね。まあ、皆さん、リリーとパパのね、感動の再会を見てくださいよ。あれ、リリー消えた。リリー、ん、そう聞かされたのは知ってる。リリー隠れてんのかな。でも嘘なんだ。そう、嘘なんだ。頑張れ、セバスチャン。これ親子の絆で。あ、隠れてますね。俺は、まあ、リリーは死んだと思ってて、あんな変なおっさんに追いかけられてたら怖いわ。もうチャップの元においで。僕の元においで。僕が包み込んであるから、優しく包み込んであるから。リリー、僕の元においで。キャンバックいうことで。何かな。しょうもないこと言ってた。あ、え、今になってもち巾着お化け。いや、じゃない、え、なんかルビックみたいなの来たやん。サイコブレイク1の時のルビックみたいなの来ましたけど、あれ、もち巾着お化け実はルビックやったん。あ、でも女性ですね。
もち巾着さんはこっちにおいでリリー、ママが守ってあげる。え、これママ、ママ目ん玉なんかあみあみやけど。え、リリーっていうかリリーのお母さんセバスチャンの奥さんマイダはあれな、もち巾着お化けになってもうたん。知らんかった。ボスの連戦かよ、体力ないで。まさかのボスの連戦か。もち巾着お化けやったんよ、嫁さんは。あ、逃げるだけなんかな。そうなん、もち巾着お化けいつ出てくんねやと思ってたら今出てきた。しかも奥さんや。なんかまた複雑な展開になってきましたね。床落ちちゃったし。ということは次のボス戦は奥さんのマイラとやな、もち巾着おでんくんとの勝負になると思うんで、まあ皆さんね、楽しみにしておいてくださいね。さあ、でもすぐ連戦ではないと思うんですけどね。さすがに連戦やったらアホみたいに回復薬使っちゃったからね。ただただやばいんで、本拠地に戻りたい。回復させてくださいよ。お願いしますやん。セバスチャン、これ、自分の最初の、自分のセバスルームじゃない？マイラ？マイラ？ノーマイラ？イエスマイラみたいな。何が言いたいねん。自分でもわかりません。ということで。うん、待っているやって。中でもう一人あなたを待っている人がいるわって、きっとマイラのことを知ってた。あ、そうなんや。マイラおかしなっちゃったんですかね、奥さん。なんか化け物みたいになっちゃいましたけど。でもあのマイラがね、心を取り戻して味方になってくれたすごい強い味方やけど、ねえ、絶対ちゃいますよね。これ倒さなあかんっていう悲しい結末が待ってるような気がしますが。まあね。どんな結末が来ようとね、チャップにかかればちょちょいのちょいやでいうことでね、ムービー終わったらとりあえず回復しようかな。多分こっからスタートとなると思うんで、おお、こっからですね。よし、歩いていくぞ。ショットガンの弾とかね、ほんまアホみたいに使っちゃったんでね、もう急にピンチになった。ほんまもう一つの悪意、これ前らのことでしょうね。なんか色変わってない、なんか生贄の儀式みたいなのしてるやん、ね、やめてよ。なんかおる。何これ、なんだこれは。鏡はどこだ。そう、鏡ないぞ、確かに。ナースのお姉さんに会われへんやん。これ、リリー・フランキーの人形じゃない？なんか、頭かぶせられてて怖いけどね。何よ、この生贄の祭壇みたいな。めっちゃ敵近寄ってきてるやん、燃えてるやつ。何なんか、ゴーレムみたいなおったけど。ほんで、なんか、ちゃうとこ来たやん。ここどこや。ほんま、ここどこや、ほんま。神父にここどこ？骸骨があると、これ。な、これは。オブジェか？これ見るだけかな？え？見るだけ？この紋章、現実世界で見たものと似ている。あ、調べれんねや。え、なんか横でなんか気持ち悪いのある。何これ。ただただ気持ち悪いやん。ほんでなんかオブジェがすごいこっち見てるやん。なんかええ顔、ライトアップみたい。ほら皆さん、なんかインディ・ジョーンズみたい。よくわかんないけど。あ、お墓かな。うん、なんかお墓っぽいですね。なんか持ってくれてるぞ、これ。なんか怖い、なんかなんや、なんかケチャップでコーティングされたみたいな人がガンパウダーくれましたね。ありがとうございますということで。これハープンボルトでしょ。さっき戦った時一発撃って外してたんで、これラッキーでしたね。女神像とかはなさそうなんですが、骸骨はいっぱい追ってますね。なんなんだここは。変なとこに連れてこされちゃいましたね。早く戻ってナースのお姉さんのとこ相手行きたいんですけど、まあまだまだ無理でしょうね。もうちょっとだけ進みましょうか。あとちょっと進んだやめましょう。うん、探求者で答えを求めるものよ。やって、私が助けとなりましょう。いや、味方なん？はてなはてなはてなって。こんなとこに連れてきたのに、なんか神様的、ケチャップの神様的なポジションですかね。うん、多分トイレの神様ならぬケチャップの神様なんやろうと僕は個人的に思っておりますが、とりあえずまあ探索してアイテム取って集めていこうという感じ。オッケー、ショットガンの弾2発。これはでかいですね。めちゃくちゃ撃ったからな。芸術家にアホみたいに撃ったんで。これはラッキー。お、回復薬もありますね。これもラッキー。ってことはちょっとあれかな。ナースのお姉さんに会われへん代わりに、休息の時間みたいなのを与えてくれてんのかもしれんな。女神像とかもない。で、ここは行き止まりチャップやったんで、こっち戻っていきましょうか。敵出てくんのかな？チートが出てるから。ちょっとやばい気するし、ファイヤーやん。キャンプファイヤー誰したん？これクラウンちゃん大丈夫？シンプルに行けましたね。ただなんかこれ拷問の、なんかみんな拷問されてない？大丈夫？ただただ怖いんですけど、拷問器具だ。中世のものかって言ってますけど、みんな拷問されてるやん。なんでこんなことになったん？これとか、どうしたんこれ？なんか伸びるみたいな、ストレッチマンみたいなことされてやられてるやん。でもアイテムいっぱいあるのは嬉しいですね。ほー、これも見れんねや。
どういうこと？誰か叫んでるけどね。生きたまま焼かれたようだ。生きたまま焼かれたようだって。あ、そうか。体にケチャップを塗りたくられたでしょうね。はあ、これとかも、すごいで、これ。目からケチャップ出てんもん。うわぁ、もうなんか体もケチャップやし、もうなんか全部ケチャップやなっていう感じの、なんかケチャップやなって、もう全部ケチャップって言っときましょう。グロテスクな時はね、全部ケチャップって言うといたらね、全部解決すると思うわ。個人的にな。解決せえへんと思うけどな。これ死体っていいのかな？それとも前にあった扉を見ていったらいいのか。え、ここも行けちゃうやん。なんかいろいろ行けるから迷いますね。なんもないことを祈る。ここはぐるーって回って、アイテム取るだけとか、女神像だけで終わってほしいんですが、あ、なんかやられてるぞ。あれ、さっきやられた方ですかね、あなたは。グリーンジェル。ん？敵の声がする。敵が、うわ、おるやん、なんで？どこにおったん？でもこれ隠れといたらね、バレませんから。普通に数肉キル取れるっていうね、これおバカさん、敵さんやから、ラックなんですよ。はい、脇腹からの頭ばっかり上、お疲れ。マンボウいうことで、アロイジュースを分け与えてもらいましょう。で、これ回復薬。おー、いいですね。回復薬がこんなに嬉しいと思ったことは、今までに一回もなかったわ。一回もないことないですけどね。めちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱり使った時に出てきてくれるサイコブレイグ2。素晴らしいゲーム制作者さんたちですよ。いいとこに置いてくれてる。ちょっと神かけたけど、いうことで。これはもう行き止まりかな。いやでもなんか、普通にまだ進んでますね。ってことは、上の扉はあれやったんかな？行き止まりやったんかな？それともここが行き止まりになっているのか？いや、進みそうじゃないこれ。あ、進んじゃうね。これ進んで戻られへんようになるとかいうの嫌なんで、じゃあちょっと上見に行こうか。上見て何もなかったら、次回ここからスタートという感じでカットしようかな。うん。なかなかね、いい時間帯になってんじゃないの？そんな気がいたしちゃっぷなんですが、どうでしょうか？ここ開くんかな？ここ開けへんのじゃないの？ここ、丸なってるけど、ここ開くん？開くやん！開いてもうてやん！しかも進めんのかい？これどっち行ったらいいねん、これ。迷うな。もうちょっとじゃあ、進んでみます？ここは行き止まりになってくれてることを僕は祈ってるんですが、めっちゃグロいやん。なんなんこれ。グログロのグログロやん。ほんまに、ケチャップこんだけあったらさ、さすがにグロいて、ケチャップいっぱいあったらさ、だって、賞味期限ありますからね、ケチャップにも皆さん。ケチャップね、万能ちゃうんですよ。これってか、何これ？ケチャップ垂れてきてるやん。グロテスクなケチャップですね。もうケチャップご利用しするっていうやつですね。でもそれやね、皆さん、これもケチャップですからね。こんだけケチャップあったらさ、もう全然困れへんやん。でも賞味期限があるからさ、その辺も困るなということで、ここもなんもないので、次回さっき開けた扉のとこからスタートしましょうか。はい、ということでじゃあね、ケチャップランドということで終わりにしましょう。全くようわからんかったけど、はい。はい、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。よ、バイバーイ。